かでしょうか。今日も皆様に熱い戦いをお届けします。ラスタナディアラ、ここでセルヒオラモス。さあ味方が上がっていきます。ボールを再び取り、シュートに反応。デニューソン、ファブレガス、ウォルコット、ファンペルシー。ここでディフェンスが冷静に対応。動きに躍動感があふれますウォルコット。ここでシュート、キーパーの手の中へ。これはゴール確実だ。入ったサニャ、テオ・ウォルコット、デニューソン、ゴールが見えてきた。ここは体をうまく使って奪った。うわータカが絡んでいきます。さあここはクリスティアーノ・ロナウド、あーっと外してしまった。相手に渡ります。ファブレガスです。ウォルコット、ポストに当たる。さあイグアインです。フリーキックが与えられます。ボールはコーナーです。ヘッドできた。キーパーなんとか触りましたが、つながった。効果的なパスが通る。ボールはキーパーがキャッチします。ファブレガス、ウォルコット、ディフェンスの対応が光ります。カカがそこにいます。テクニックが光ります。ゴールが見えてきた。素晴らしい飛び出し。こういうプレーは味方やサポーターを乗せてくれますからね。重要なプレーになりましたね。ファンペルシーについていけない。鈍い音が鳴った。これは来た。キャッチはできません。アーセナルのリードで残りは45分。後半戦キックオフです。サニャ、ウォルコット、スペースを狙ってきた。つながります。さあ中は、このヘディングは浮いてしまいました。ディアビ、ゴールが見えてきた。ゴールです。ゴール、ゴール。セルヒオラモス、イグアイン、マルセロ、ここでグティ、視線が中にいった。さあ出すか。ボールの動きが激しい。シュートはディフェンスがブロック。一度です。勝負どころと見たか、前に飛び出します。ディフェンスがボールをクリア。ディアビ、いい形を作りつつあります。クロス上がった。ゴール決まりました。さあここはクリスティアーノ・ロナウド、攻撃の手には渡りません。どうだ、ボールを蹴り出したい。コーナーからの得点となるでしょうか。これはラウル・アルビオル、このパスはダメでした。通りません。ファンペルシー、アルシャビン、さあゴールの方向を向きたい。このシュートは外れ、ディアビ、雰囲気があります。アルシャビン、デニューソン、ディアビ、ディフェンダーが間に入った。来た、ゴール決まった。パスコースにはディフェンスがいます。動きに躍動感があふれますウォルコット。さあゴールを狙いに行く。ディアビ、
ーセナル勝利で試合終了です。この素晴らしい試合に終わりを告げる笛が鳴りました。はい、実況は西岡明彦、解説は岡田武さんです。岡田さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて岡田さん、今日は雪が舞っています。こういう試合ですとどのあたりが注目になるでしょうか。そうですね、テクニックのある選手に注目してみるといいと思いますよ。テオ・ウォルコット、ファンペルシー、シュートはちょっと強引か。クリスチアーノ・ロナウドが出てきます。こぼれます。緊張が走ります。ってきますよね。このシュートはさすがに強引か。さあここはクリスチアーノ・ロナウド、カカがそこにいます。中に人は、これはディフェンスが勝った。予感のあるパスがつながった。クリスチアーノ・ロナウド、このボールはディフェンスが処理します。カカキャッチしました。大事な局面です。ファブレガス、やはりここにボールが頻繁に入りますね。岡田さん、はい、一旦ここを経由してという、ディフェンスがブロック、チャンスはまだ続きます。ウォルコット、このまま行きたい。アロンソ、ラスタナ・ディアッラが顔を出します。サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。効果的なパスが通る。いい連携です。悔しそうですね。気を抜けません。ファンペルシー、動きに躍動感があふれます。ウォルコット、さあ周りを見たい。決めに来た。ここでホイッスル。前半が終了いたしました。キックオフで後半開始。クロスを入れたい。効いています。すごい存在感。パス通りました。顔を上げたい。ファブレガス、素晴らしい。ゴール、ゴール、ゴール。さあイグアインです。さあここはやはりクリスチアーノ・ロナウドがボールに向かいます。いやー、緊張の瞬間ですね。惜しくもシュートはバーの上までは行くのですが、そこでボールが止まってしまいます。グティ、カカです。ボールに絡むと空気が変わります。クリスチアーノ・ロナウドです。あっとこぼれた。マルセロ、ここでグティ、どちらが得点をしてもおかしくない展開が続いています。ボールを抑え込みます。シュートはしっかり詰めている。これはいい展開。これで決まりだ。このボールはディフェンスに弾き返されます。ボールを蹴り出します。さあこれからです。パスで効果的に崩していきます。そうですね、ディフェンスに的を絞らせていませんよね。ボールになった。鮮やかなディフェンス。試合終了のホイッスルが吹かれました。勝利は当然の結果と見てよろしいでしょうか。岡田さん、武さんをお迎えしてお送りします。岡田さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。サイドをえぐって中を見る。立ち上がれません。大丈夫でしょうか。マルセロ、クリスチアーノ・ロナウド、あっとこぼれた。カカが絡んでいきます。イグアイン、マルセロ、ボールに絡むと空気が変わります。クリスチアーノ・ロナウドです。コーナーキックにサニアがいます。動きに躍動感があふれます。ウォルコット、デニューソン、つながった。こぼれます。先に反応、ゴールが決まったと。ここにはセルヒオ・ラモスがいました。イグアイン、カカです。クリスチアーノ・ロナウドが出てきます。ゴールが見えてきた。ボールはまだ生きています。ディフェンスの網にかかる。
ボールを取られました。ボールにはウォルコット、ファンペルシーゴール。セスク・ファブレガス、パスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り出そうとしています。ここでシャビアロンソ、ラスタナ・ディアラ、タカが絡んでいきます。グーティシュートだ。前半終了です。後半戦の開始です。アルビオル、ここにはラスタナ・ディアラ、ここでセルヒオ・ラモス、ボールをダッシュ、寄せが早い。ボールに行ったのはイグアイン、ディフェンスがコースを塞ぎます。雰囲気がありますアルシャビン、デニューソン、シュートは外れます。アーセナルボールです。デニューソン、チャンスの匂いのするパスです。ゴールです。追加点となりました。ここで攻守が入れ替わります。ゴールが見えてきた、打った、惜しい。攻撃に厚みを出してきます。ファブレガス、これはファンペルシー、いい形ができつつある。ファンペルシーが行きます。シュート、まだボールは生きています。ディアビ、ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。クリスチアーノ・ロナウドが出てきます。カカ、周りを確認したい、あーと、これは止められます。ここでシャビアロンソ、ディアナ、ショートコーナーという手もありますか。イグアイン、レフリー流し、このプレーはフリーキック。このシュートは力が入りすぎました。クリシーがさりげない存在感、この動きがアルシャビンです。ボールはどうだ。アーセナル勝利で試合終了です。試合が終了しました。